ブラ広場とアレーナディ、ベローナアレーナディベローナは、イタリアベローナにある古代ローマ時代の円形闘技場。現在は、下記の屋外オペラ公園によって有名である。アレーナとは、ラテン語で、砂を意味し、これは闘技あるいは演劇などの模様される、平土間部分に敷き詰められた砂に由来している。長径139メートル、単径110メートルの大円形のこの闘技場は、 ローマ帝国初代皇帝、アウグストゥスの統治末期かあるいは遅くとも30年頃完成したと考えられているが正確な日時は特定されていない。もともとは、ローマ時代の都市を防御していた壁の外側に位置していたが、地域の拡張に伴い、現在ではベローナ市街地のほぼ中心に位置している。観客席は44段の代理席製で、収容人数は、 約2万5千人であったとされている。外観は2階建てのアーチである。創建当初は、このさらに外周に、大理石造り、3階構造のアーチを持つ外壁が存在したが、1117年の地震で大部分が倒壊、わずかにその遺構を北西部に止めるのみである。アレーナディ・ベローナ外壁はじめは、闘技師による闘技が主流であったと考えられているが、世紀頃からは、 ベナティオと呼ばれる人間体猛獣の競技が多く催されたとされる。なお、キリスト教徒に対する拷問、処刑も3世紀頃、ローマ帝国の闘技場で一般的には行われていたが、ここベローナに関する限りアレーナがそれに用いられたとする確固とした証拠はない。ガッディエヌスミカドの時代頃からこうした都市闘技場の利用は、廃れる傾向にあり、西ローマ帝国の初代皇帝、 このリュースの時代には残忍な闘技等への禁令が発布されることとなった。中世においてこのアレーナは何だ定期的な祭事を持たなかったと考えられている。1278年、200人の異教徒をアレーナで家計に処したとの記録があり、またアルコーブは各種商人、商婦などによって選挙、利用されていたらしい。1580年の一記録では、 アレーナは貴族による騎馬試合の会場として利用されていたという。18世紀以降、アレーナは風刺劇、馬術、綱渡り等の曲芸、バレエ、熱気球のデモンストレーションなど様々な芸人一座の興行に利用されることになる。1822年に当地で開催されたベローナ会議に伴い、ロッシーにはオラトリオ、ラサンタ・アルアンザ・ラサンタ・アリアンザをこのアレーナで、 演奏している。1984年には、ジロでイタリアのゴール地点に、アレーナが採用された。このアレーナにゴールする個人タイムトライアルの最終ステージでは、フランチェスコ・モゼールが、ローラン・フィニョンから大逆転優勝を奪っている。2010年のジロでイタリアでもこのアレーナが、ゴール地点となった。1913年、オリカラのジュゼッペ・ベルディ生誕100年を記念して、 野外オペラフェスティバルの企画がなされた。仕掛け人は、オペラ工業師のオットーネロバーと、並びに、メーテノール歌手、ジョバンニ・ゼナテロとそのパートナーで、これまた著名なメゾソプラの歌手、マリアガイである。観客に、ジャコモプッチーニ、ピエトル・マスカーニ、リッカルド・ザンドナーアイ、ルイージ・ルリカラを迎え、アレーナは、ベルリ、アイーダにより、オペラ劇場として再出発した。以降、 戦争による1915年から1918年及び1940年から1945年の旧式を除き世界最大規模の屋外オペラ会場としてアレーナは利用されてきている。オペラ舞台客席の設営作業アレーナは音響的にも優れておりバックスタンド席でステージ上の息遣いが聞こえるほどである。その巨大な舞台と 古代ローマ時代の大理石以降の醸し出す独特の雰囲気には通常のオペラハウスとは違った魅力がある。出場する歌手、指揮者、演出家も東大最高レベルのもので、例えばマリア・カラスが1947年のイタリアデビューをこのアレーナ・デベヴェローナで飾ったことはよく知られているほか、ベルディ・プッチーニなどを得意とするスピント系のスター歌手でここで歌った 経験のない人はほとんど考えられない。スペクタクル的で観光客にも親しみ深い名オペラ。例えば、ベルリ、アイーダ、2009年までに50シーズン、549、公演、ナブッコ、ビゼー、カルメン、プッチーニ、トゥーランドットなどが多く取り上げられている。アイーダでは、舞台上にナイル川に見立てた水路を構築、歌詞をボートに乗せて演技させる、あるいは、 凱旋の場で像を登場させると、視覚的に楽しませる演出が多い。近年では、モーリス・ベジャールとその配下の20世紀バレエ団を招いてのバレエ公演などにも積極的である。オペラ公演は、飛行のオンワナ6月下旬に始まり、8月いっぱいまで続くのが通例である。2009年シーズンの場合、6月19日から8月30日までの間に、 全50公演が予定されている。通常公演では約1万6000人までの観客を収容できる。なお、8月の観客席はかなりの暑さとなることがある。うっなど悪天候時には公演は中止されるが、大一幕終了後の以降のキャンセルに際しては、チケットの返金はなされない。2013年9月17日から19日には、ベローナ劇場100周年を記念して、 東京ドームでアイーダを上演する予定だったが予算の行動とチケット売れ行きの低迷により中止となった。アレーナディベローナ、神庭良介、アイーダ東京ドーム公演中止チケット販売低迷で、朝日新聞デジタル、2013年8月27日閲覧、ありがとうございます。